キリスト教東方教会聖教会アメリカ聖教会聖ニコラス大聖堂アメリカ聖教会の主座主教座大聖堂聖ニコラス大聖堂のドーム内部アメリカ聖教会の在米アルバニア聖教会アメリカ聖教会とはアメリカ合衆国カナダメキシコを管轄する独立聖教会でアラスカがロシア帝国領の頃ロシア聖教が1794年に伝えられた ことに期限を持つ。本部は聖ニコラス大聖堂にある。本部がある、米国内には、集会が551、修道院が19あり、信者数は84,900人で、そのうち33,800人が常時教会へ通っている。集会数が多い州は、アラスカ州、ペンシルベニア州、カリフォルニア州、ニューヨーク州の順である。なお、 本部がある米国で、正教会を広くカバーする組織には、他に、在外ロシア正教会、在米国ギリシャ正教会などもある。1794年に、アラスカへロシアから伝えられた正教が、アメリカの政教伝道の始まりであり、当初はその流れの継続として、ロシア系の教区が設置されていた。アメリカ正教会はその直系にあたるが、時を経た現在では、 ロシア系にとどまらない民族の枠を超えた伝道活動、教会運営を行っている。初期の伝道、教会運営に当たった主教たちの中からは、聖人が排出された。アラスカの聖ゲルマン、アラスカの聖院の研究、モスクワ総主教聖ティーホ本などが挙げられる。19世紀後半に起きた大きな出来事の一つに、 米国中西部の東方天霊カトリック教会が、周りのローマカトリック教会の一部の大司教から、特に神父が再退していることに関して、異質の目で見られて、時には迫害を受けたので、東方天霊カトリックのアレクシストロス主教が、多くの人々を聖教会へ導いて移動した。1960年、米州においてこうした、分離状態にある相互の教区同士で、 正教会としての一致を図ることを目的として、米州カノン的合法正教会常設主教会議が設立され、各教会、教区の主教が定期的に会合を持った。同会議は、北中米カノン的合法正教会主教会議に承継された。1970年に独立正教会を認めるとモスが、モスクワ総主教庁、ロシア正教会から与えられた。この時、 姉妹協会の関係にあった日本正協会にも、実地正協会員が認められた。ただしそれぞれの独立正協会員、実地正協会員は、コンスタンディヌーポリ総主協調からは承認されていない。独立正協会としてのアメリカ正協会の確立、及び、正協会がいくつかの協会に分かれている問題の解決を目指し尽力した進学者として、長子祭、アレクサンドル・シュメーマンがいる。 主教区とそれぞれの主教所在集を次に示す。アメリカ正教会には最近アルバニア、ブルガリア、ルーマニア正教会系の大教区ができていて、人種に偏らない方向へ進んでいる。ただし、在米国ギリシャ正教会、在外ロシア正教会、在米国ウクライナ正教会、在米国セルビア正教会などに属する教会は参加していない。神学校は3校あり、 ストリート・ウラジミール・エス・セミナリー、ストリート・キカン・エス・セミナリー、ストリート・ハーマン・セミナリーである。ありがとうございます。